Thank you.
スの乗車方法を説明します。安全で平坦な場所にエンジンをかけた状態で車両を停止させます。パーキングブレーキをかけ、シフトレバーを P の位置にします。運転席にあるメインスイッチをオンにします。バックドアを開け、車高調整スイッチで車高を降下させます。手動スロープの取っ手を持ちながら、ロック解除レバーを引き、スロープを少し手前に引きます。スロープの取っ手を持って車外へ引き出します。セーフティーベルトスイッチをピーッとブザーが鳴るまで引き、セーフティーベルトをベルトフリーモードにします。引き出したセーフティーベルトのフックを車椅子のフレームにかけます。セーフティーベルトスイッチをオンにして、ランプが点灯したことを確認し乗り入れます。スロープ途中で一旦停止して、セーフティーベルトにたるみがないことを確認しながら、ゆっくりと車内に乗り入れます。車椅子の前輪が車輪止めに到達したら、後ろ側の車椅子固定装置のフックを取り出し、車椅子の後部フレームにかけます。車椅子固定装置スイッチのロックを押して車椅子を固定します。車椅子のブレーキをかけます。車椅子用シートベルトを着用したら乗車の完了です。降車の場合は、車椅子固定装置スイッチの解除を押して、車椅子の固定を解除し、フックを外します。車椅子のブレーキを解除し、セーフティーベルトスイッチをピーッとブザーが鳴るまで引き、セーフティーベルトをフリーモードにします。車椅子を少し前に押してから交代します。車椅子のブレーキをかけ、ベルトのフックを車椅子から取り外します。ベルトがねじれないように最後まで手を添えて巻き取ります。スイッチ一つで展開収納できる電動スロープをメーカーオプションで装備することができます。電動スロープ作動範囲周辺の安全を確認後、操作スイッチの下を押し続け、電動スロープを展開および車高を降下させます。電動ウインチでの乗車方法を説明します。ウインチスイッチをブザーが鳴るまで引き、電動ウインチをベルトフリーモードにします。電動ウインチのベルトを引き出し、フックを車椅子のフレームにかけます。ワイヤレスリモコンのスイッチを押し続けると、車椅子が電動ウインチによって車内に引き上げられます。車椅子の前輪が車輪止めに到達したら停止し、車椅子を固定します。降車の場合は、車椅子固定装置スイッチの解除を押して、車椅子の固定を解除し、フックを外します。ウインチスイッチを押し、ウインチ作動モードにします。車椅子のブレーキを解除します。ワイヤレスリモコンのスイッチを押し続け、電動ウインチベルトを引き出しながら、車椅子を車外に下ろします。車椅子のハンドルをしっかり持ち、車椅子をスロープ外まで下ろしたら、スイッチから指を離します。車椅子のブレーキをかけ、ベルトのフックを車椅子から取り外します。ベルトがねじれないように最後まで手を添えて巻き取ります。手動スロープ前倒れ機能の操作方法を説明します。
スロープを展開した状態で床面の白いレバーを押し、床面ロックを立ち上げ、スロープを格納します。スロープの黒いカバーを取り外します。左右の操作レバーを手前に同時に引くと、ゆっくりとスロープが前方に倒れます。手でスロープを奥まで押し込みます。左右のサードシートを倒します。スロープを落とすときは、左手でスロープ中央付近を押さえながら、右手でスロープ右側の操作レバーを引き、ロックを解除します。手動スロープ先端の取っ手と右側の取っ手を持ち、手前に起こします。手動スロープ左右のカバーを車両前方からはめます。ノア、ボクシー、車椅子使用者、スロープタイプ、タイプ1、乗車中の周辺スペースをご紹介します。乗車時の周辺スペースをご紹介します。車椅子の乗車方法を説明します。安全で平坦な場所にエンジンをかけた状態で車両を停止させます。パーキングブレーキをかけ、シフトレバーを P の位置にします。運転席にあるメインスイッチをオンにします。バックドアを開け、車高調整スイッチで車高を降下させます。手動スロープの取っ手を持ちながら、ロック解除レバーを引き、スロープを少し手前に引きます。スロープの取っ手を持って車外へ引き出します。セーフティーベルトスイッチをピーッとブザーが鳴るまで引き、セーフティーベルトをベルトフリーモードにします。引き出したセーフティーベルトのフックを車椅子のフレームにかけます。セーフティーベルトスイッチをオンにして、ランプが点灯したことを確認し乗り入れます。スロープ途中で一旦停止して、セーフティーベルトにたるみがないことを確認しながら、ゆっくりと車内に乗り入れます。車椅子の後輪中央が床面ロックの黄色マークのおよそ5センチメートルほど前に乗り入れます。後ろ側の車椅子固定装置のフックを取り出し、車椅子の後部フレームにかけます。車椅子固定装置スイッチのロックを押して車椅子を固定します。車椅子のブレーキをかけます。車椅子用シートベルトを着用したら乗車の完了です。降車の場合は、車椅子固定装置スイッチの解除を押して、車椅子の固定を解除し、フックを外します。車椅子のブレーキを解除し、セーフティーベルトスイッチをピーッとブザーが鳴るまで引き、セーフティーベルトをフリーモードにします。車椅子を少し前に押してから交代します。車椅子のブレーキをかけ、ベルトのフックを車椅子から取り外します。ベルトがねじれないように、左
最後まで手を添えて巻き取ります。スイッチ一つで展開収納できる電動スロープをメーカーオプションで装備することができます。電動スロープ作動範囲周辺の安全を確認後、操作スイッチの下を押し続け、電動スロープを展開および車高を降下させます。電動ウインチでの乗車方法を説明します。ウインチスイッチをブザーが鳴るまで引き、電動ウインチをベルトフリーモードにします。電動ウインチのベルトを引き出し、フックを車椅子のフレームにかけます。ワイヤレスリモコンのスイッチを押し続けると、車椅子が電動ウインチによって車内に引き上げられます。車椅子の後輪中央が床面ロックの黄色マークのおよそ5センチメートルほど前に乗り入れます。到達したら車椅子を固定します。降車の場合は車椅子固定装置スイッチの解除を押して、車椅子の固定を解除しフックを外します。ウインチスイッチを押し、ウインチ作動モードにします。車椅子のブレーキを解除します。ワイヤレスリモコンのスイッチを押し続け、電動ウインチベルトを引き出しながら車椅子を車外に下ろします。車椅子のハンドルをしっかり持ち、車椅子をスロープ外まで下ろしたらスイッチから指を離します。車椅子のブレーキをかけ、ベルトのフックを車椅子から取り外します。ベルトがねじれないように最後まで手を添えて巻き取ります。手動スロープ前倒れ機能の操作方法を説明します。スロープを展開した状態で床面の白いレバーを押し、床面ロックを立ち上げ、スロープを格納します。スロープの黒いカバーを取り外します。左右の操作レバーを手前に同時に引くと、ゆっくりとスロープが前方に倒れます。手でスロープを奥まで押し込みます。左右のサードシートを倒します。スロープを起こすときは左手でスロープ中央付近を押さえながら、右手でスロープ右側の操作レバーを引き、ロックを解除します。手動スロープ先端の取っ手と右側の取っ手を持ち、手前に起こします。手動スロープ左右のカバーを車両前方からはめます。ノア、ボクシー、車椅子使用者、スロープタイプ、タイプ2、乗車中の周辺スペースをご紹介します。車椅子使用者、車椅子使用者の操作方法について説明します。安全で平坦な場所にエンジンをかけた状態で車両を停止させます。パーキングブレーキをかけ、シフトレバーを P の位置にします。運転席にあるリフトメインスイッチをオンにします。操作スイッチの下を押し続け、スイングアームリフトをスライド下降させます。倒しボタンを押し続け、後退防止用ストッパーを後ろ側に倒します。車椅子を
スイングアームリフト上の停止位置でため、車椅子のブレーキを両輪ともかけます。サポートバーを持ち、車椅子固定装置のフックを引っ掛けます。車椅子固定位置に該当する固定装置スイッチのロック側を押し、車椅子を固定します。車椅子用シートベルトを着用します。操作スイッチの上を押し続け、スイングアームリフトを上昇、車内スライドさせます。バックドアを閉め、リフトメインスイッチをオフ状態にします。2台以上で乗車する場合はリフトで上昇の、車椅子固定装置のロックと車椅子のブレーキを解除し、所定の位置まで移動します。車椅子のブレーキをかけ、車椅子を固定します。次に車椅子用シートベルトを着用します。車の場合は操作スイッチの下を押し続け、スイングアームリフトをスライド、下降させます。倒しボタンを押し続け、後退防止用ストッパーを後ろ側に倒します。リフト上の車椅子用シートベルトを外します。車椅子固定装置の固定を解除し、フックを外します。車椅子のブレーキを両輪とも解除し、降車します。A タイプ、AS タイプでの車椅子の固定は、車椅子の前側は手動ベルト式、後ろ側は電動ワイヤー式です。後方車椅子はリフト支柱にある車椅子搭載基準線より車椅子がはみ出している場合、上昇後車椅子を前方へ移動させます。前側の手動ベルトを車内用車椅子固定ベルトに付け替え、スライドドアからの乗降をご説明します。運転席にあるステップスイッチをオンにします。スライドドアを開けると自動的に大型のステップが出てきます。大型のステップに足を乗せ、ハンドレールを持って安心して乗車することができます。乗降口のそばにある2列目の補助席は跳ね上げ式シートになっているので、スムーズに車内を移動することができます。シート座面上で体を回転させた後、
しながら安全に降りることができます。このほか目立つ黄色の手すりやグリップを各所に設置し、車内での移動をサポートしています。また高い天井と広い室内、大型ウィンドウ、そしてルーフサイドウィンドウの採用により、後部座席の方にも車椅子の方にも快適な移動空間を提供します。メーカーオプションで多頭式手すりを設定することができます。滑りにくい波形形状により、体重を預け安心して乗り降りすることができます。展開することでステップの上でもしっかり握ることができます。ハイエース車椅子使用者 B タイプでの乗車イメージをご紹介します。AS タイプでの乗車イメージをご紹介します。ストレッチャーでの乗車イメージをご紹介します。